月27日金曜日夜8時になりました。こんばんは、アカネクラブ FM 大阪のスタジオからダンスチームアバンゲルディをプロデュースしている振付師アカネです。ということでね、9月最後でございますよ。はい、もうすっかり秋らしくなってきた感じですかね。はい、すっかりね、私はですね、リリアンさんがネットフリックスで主演されているドラマね、配信されました、先週。極悪女王、もうこちらにね、もうハマってるというか、ここからの流れで、女子プロもう一回その見直してるというか、まあもともと私は、女子プロレスの、あれが、あの感じがね、大好きで、試合前とか、試合後のなんかインタビューあるじゃないですか。これからの試合どうですかとか言われて、ぶっ殺すに決まってんだろとか言って言う、何なんですかね、なんかずっと淡々と怖い言葉をこう言って威嚇するみたいな。あんなんとかも大好きで、で、なんか今回はそのダンプ松本さんのこう人生をね、描いているというか、その女子プロ全盛期のあの時代を描いてるわけでございますけれども、そこから、なんかほんまに、今も、だってまだ生きてらっしゃる方だし、それこそ、ブルーさんとか、ブルー中野さんとか、めっちゃ今、めちゃくちゃ綺麗で、ほんまに、あんな怖かった人って思うぐらい、今めっちゃほんまになんか面影が、ちょっとほぼないぐらいで、めっちゃお綺麗で、YouTube とかもやってて、すごいんですよ。だから、ブルーさんが、日本人で、その、なんですが、世界の、なんかそう大会とかで、2回ぐらい勝ってるとかで、なんかすごい、で、なんか殿堂入りとかしたとかで、すごいんですけど、なんかそれちょっともうなんかいろいろ見始めたら止まらなくなっていますって感じですね。みんな見た？って感じです。見ましたか？はい。教えてください。でもなんかもうほんまに、放送前、配信前からかなり話題になっていたのでね、ちょっとワクワクって感じでございます。はい。ということで、9月はですね、海外がもうとにかく多くてですね、もう週に1、2回ぐらい、海外行ってたぐらい、何カ国も行かせていただきましたので、はい。その合間でね、こうやって大阪に帰ってきては収録をさせていただいております。はい。ということで、はい、今週のアカネクラブは、アバンゲルディのおかっぱトークと、新入部員候補連れてきましたのコーナーでお届けしたいと思います。で、今日の一曲目なんですけれども、極悪女王の主題歌となっております。エイウィッチの Are you serious? どうぞ。アヤネアヴァンギャルディです。アイムアヴァンギャルディです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということでね。お願いします。バタバタの9月がもう終わりそう。やだ早い。あっという間ですね。本当、9月最後の週でございます。はい。はい、もう9月では、確かにほんまに忙しかったですけれども、どうですか？どうですか？なんかね、もうこの発言は私も頭回ってないなって思いますけれども、適当なね、振りをしてしまいましたけれども、どうですかとか言って。はい、どうですか？はい。どうですか？いかがですか？今月めっちゃいろんな国に行かせてもらったので、ね、どこにいてんのか分からへん時間が。確かに、今日は今日本にいます。今そうですね。しかも大阪ですよね。はい。家帰れてる。家帰れてるな。2日間か3日間のね。うん。はい。日本の時間。合間時間。合間時間です。ちょっとこれメッセージいきなりですけど紹介します。はい。ラジオネーム大阪市西淀川区のあこさん。アカネさん、アバンギャルディの皆さん、こんばんは。こんばんは。中国、マレーシア、韓国と怒涛の海外遠征が続きますね。はい。皆さん、お若いとはいえ、これだけ移動が多く、パフォーマンスでも体力を使い、慣れないベッドで寝る日が続いてるのに、なんでそんなに元気なんでしょうか？秘訣を教えていただきたいです。おすすめの疲労解消グッズがあるのでしょうか？というメッセージいただきました。まずですね。はい。今月は、中国、マレーシア、韓国だけではございません。実は。はい。台北にも行ってたし、香港にもね、はい、行ってたりして、はい。すごい、大移動が多い人で、
7回ぐらい飛行機に乗ってるんですね。乗ってますね。わあ。でも私は、あの、7月は9回飛行機に。9回はい、いろんなことがあったので。ああ。やけど、まあ、そのだから9月はまだマシやなって自分的には思ってた。ああ、まあ9回に比べて。確かに9回は。でも、すごい。そう。すごいよね。だから、そう、台北とかは、CM 関係で、撮影で行ったり、うん、中国は、フェスにね、出させてもらって、はい、そう、そのフェスもさ、過去最大級に大きいステージに立ったよね。そうなんですよ。すごかった。なんて言ったらいいかな、なんか、埼玉スーパーアリーナみたいな感じだった。でもそうです。普通に、なんて言ったらいいの、あの、フェス、まあ、うちらが出たのが夜の時間帯だったんですけど。あからさん叫びまくってた、ずーっと。いっぱいおいしい。あったもん、たんびにさ。ありがとう。虫おる。そう。今回の出させてもらったフルムーンフェスティバルってやつは、なんかその表彰式みたいなのがあるようなところだったんで、なんか前にこの表彰される人たちも座ってたりとか、なんかそのお客さんとの距離はまあまあね、ちょっとあったんですけど、まあでも、一応コンセプトがちゃんとあって、お客さん向けというよりは、なんかそういう感じのフェスやったとか、なんて言ったらいいんやろ。光栄な場みたいな。そう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 。で、なんかあんなでっかいステージ組むんや、みたいな。他にもなんかいっぱいブースとかも、行けてないけど、あったりしてね。だからそういう感じで、ちょっと特殊なフェスに出させてもらいました、中国の方ではね。で、その後にマレーシア行って、で、これは、アバンゲルディ初のマレーシアでの、ワンマンライブ、ございまーす。これが、12月の12日ですっけね。22です。あら、まあ、間違えた。危ない危ない。22。12月22だ。はい。1222。1222です。はい。に、マレーシアであるということで、それの、プレスカンファレンスみたいなことで、それにも出演して、だから、なんか、あの、なんて言ったら、でっかい、マレーシアのめちゃくちゃでっかいショッピングモールの前でパフォーマンスしたり、ね、なんか、すごかった、そこ。いろいろさせてもらい、で、次の日は、アニメのフェス、コズミックっていうね、フェスに出て、はい、そこでは、日本のアニメが大好きな人たちが超集まってて、マレーシアの人もそうやけど、あの、普通に海外からもそこに、そう、来てくれて、で、だから、こう、アニメ好きな人たちが集まってるから、まずアニソン全部みんな知ってるから、なんか普通の、この私たちがいつもやってる演目の100倍盛り上がるっていう。みんな歌ってる。イントロ流れただけでそう。盛り上がるな。すごかった。ふわーみたいな。でも、みんなね、大合唱しながら。日本語の歌詞やのに。そうそうそう。ペロペロみたいな。大合唱。そうそう、してたよな。なんか、結構、新時代とかめっちゃ盛り上がったし。残酷な天使のテーゼとかな、過去一盛り上がった。びっくりしました。盛り上がるみたいな。ぐらい盛り上がって、やっぱすごいなーと思いながら、なんか日本のアニメ好きの、だから人たちが、結構その、フェス終わりに、お疲れ様ですとか言われたよな。言われたありがとうございますとかだけじゃなくて、うん、お疲れ様ですすげーみたいな。でも確かに、そういう言葉って英語とかにもないやん、なかなか。うんうん、確かに。日本の文化。なあ、ないもんな。なんか、いただきますとか、ごちそうさまですとか、お疲れ様ですとか、よろしくお願いしますってないもんな。うん、でもめっちゃ嬉しかった。そうそう、見て。お疲れ様です。見えてるかなと思って焦ったんですよ。なんか、ああ、みたいな時に、お疲れ様ですみたいな感じで。やばいかな、バテてんのバレてるかなみたいな。いやいやいや、もう普通になんか、それをね、みんななんか使ってくる、使ってね、日本のね、うん、そう応援してくれたりとかしました。で、マレーシア行って、で、また韓国行って、で、香港。香港は、そう、韓国はまずお祭り。はい。韓国流お祭り。で、香港は、周上村さんの、ポップアップ、うん、みんな張ってます。そうなんですよね。そう言って、すごいすごい大変、すごいです。初行った国ばっかりです。そうですね。いろいろ、初めての国もあったし。うん、でもなんか私はほんまに、もうびっくりするぐらいマレーシアが好きで。
初めて行ったんですよ。謎のマレーシア。いやいやいや、謎じゃないですよ。もう、マレーシア行ったら、もうここに絶対永住するって決めました。どんなレベルですか？はい、もうあと20年後ぐらいにはもう永住してます。うん、決めてる。はい、決めました。楽しすぎて、まず、なんか、暖かいもちろんね。暖かいし、で、なんか、日本が好きな人が多そう。うん。それは日本の店がめっちゃあったんですよ。ダイソーもあったし。はい、ダイソー知らん。あったよ。東京ストリートみたいなのがまず。そうそうそう、あって、東京ストリートって言うから、もうほんまにもうそこにはラーメン屋とか日本のものばっかり集まってて、うん、とか、まあそれ、まずそんなんだけじゃなくて、普通にもう街が派手で好きやった。うん、で空港もめっちゃ可愛かったし。可愛いし。でも空港で痛みあったじゃないですか、私は。何？水。もうあれめっちゃ面白い。マレーシアはめっちゃ最高とか言って、そうそう。もう帰りたくないとか言ってたけど、なんかめっちゃ入り口っていうか、なんかこう普通とちゃうくて、なんかイミグレとかもなんか普通に自動やし、全部ピッみたいな感じで。これでもお前入れたみたいな。で、なんかよく荷物検査とかもあるじゃないですか。うん、荷物検査もこれでいけるんっていうぐらいめっちゃなんか、もう全部通さんでいけるみたいな感じだって、え、こんなんでいいやとか思ってたら最後の最後にとんでもない荷物検査が流れ着いて、でも最後と思ってたら水とかみんな買いまくってて、もうほんまに、あ、なんか水没収ですとか言われて、みたいな。みんな一気飲み？夜中の1時ぐらいにみんな、ぐわーって飲んで、うん、ちょっとわかんないけど、まあそういうこともありましたね。でもまあとにかく楽しかった。楽しかった。で、もう本題に戻りますけど、どうですかって疲労解消グッズありますかって言ってます。まあでも慣れないベッドで寝る日が続いていますが、私はほんまにもういつも、もうベッドで大爆睡。家のベッドよりも広いから大変になって、もう寝れるし、うんめっちゃ気持ちよくぐっすり眠れる。ほんまに。呼吸してんねん。はい、最高です。だから、全然、全く寝れない時はないですね。アイムは寝れないタイプですか？いや、私、飛行機寝るのが苦手で、うん、で確かに、めっちゃ寝相悪いって周りからクレームがあるんですけど。いや飛行機に限らず、この人は、ほんまに確かに寝相悪いかも。なんか私、隣にいた時も、もうなんか全体重預けて肩にもたれかかってきてめっちゃ重いみたいな、もう言ってたよみたいな、どういうこと私ですよみたいな、なんか先生によくなってどういうことと思いながらやめてって何回もなった。でもそんなつもりはないんですよ。いや、それあったらやばいよな。あったらやばい。あったら思い的にやってるならやばいけど、それはけど、まあ、確かにみんなが言う、その寝相悪いっていうのは、ちょっとわかるかもって思った。B と C が無理っていうことに気づいたんですよ。C が通路側で、うん、B と C が私無理っていうことに、この間気づいて。あ、ってことは窓側がいいってことですか？そうです。そう言ってください。B と C って何？この間、そのちょうど、帰り、隣の隣やって、アイムが、私とアイムが同じ列やって、うん、で、窓側やったんですよ、アイムが。で、結構、今まで見た中で一番寝相いいぐらい、よく寝てた。じゃあ、誰にも誰かが大丈夫ない。窓側やったら、だからみんなも窓側に行くことをお勧めしますね。長期移動は、特に。お勧めする。なるほど、なるほど。確かに。頭。あ、でも分かるよ。私も窓によくかかるの。そうですよね。ね、こっちぐらいだったらどこに頭を。確かになるから、隣の人の肩になっちゃうんだ。それで迷惑かけちゃうから、確かに、そう、飛行機に身を預けてくれた方が、ダメやしないかな。確かに、みんなは喜んでた。壁に寄り添ってね。まあでも、疲労解消グッズっていうのは、じゃあ特にみんなないんですか？私は、前もラジオで言ったんですけど、うん、とにかく、着圧。着圧ソックス？はい。の、しかもレギンス派です。を履いたら履いたらもう疲れない。へえ。あれしんどくないですか逆に。え、全然、もう、やし、基本的に私、どこでも寝れるタイプなんですよ。だから、本番期間とか遠征期間とか、もう、あんまり疲れないタイプなんですね。活動できてしまうタイプやから。いや、でもちょっと待って、私。何？なんか、あやねの、そういえば、昨日、裏情報聞いたら。怖い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 。一生寝てるらしい。違います
違います、それ。え、ほんまに。え、違うんですよ、それ。なんか、例えば、自由行動してくださいって言って、みんななんかリールとか取りに行くのに、あね、一緒寝てるって言ってた。そんなことないですえ、いや、絶対違うよな。いや、あやねんさん。嬉しい。え、ご情報で、私、誰よりも活動してるタイプで。あ、まあまあ、だけど、よう寝てるって。あ、でも、寝る時間は、ほんまに、寝るか、めっちゃ活動してるかの二択です。なんか、みんな、携帯いじって、え、なに怖い携帯いじってのんびりみたいな時間あるじゃないですか。はいはい、それがないだけなんですよ。二択に振り切ってるだけっていう。面白い。だからちゃんと寝てるってこと、うん、寝てるってことだからマックス寝て体力を蓄えて、うん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 、いろんなところに活動しに行こうっていう素晴らしいスタンス見習いなあんたもでもね何ですかだからそう、はい、違うその行動でああはい寝たらいいらしいから寝たらいい寝てるけどな寝てるんや私もめっちゃ寝てる寝すぎて何もできん私は飛行機がしんどすぎて、やっぱり、もうこの前も中国で、なんか、10時間で10時間以上寝てきた。やばい。もうどこにも行かない。でも私結構なんか旅行とか行ってもそうかも。旅行先夜寝られへんくならないんですか昼寝たらその夜がしんどくなるんですか大丈夫。もう一回寝るんですか、ね、あら。全然切る。私も、キュンミラーする。そう、ということで、じゃあ曲に行きたいと思います。はい。はい。じゃあ、アイムさん。ね、2ヶ月前くらいなのかなめっちゃ遅れてるんですけど、あかねさんが出てた27時間テレビあるじゃないですか。はいはいはい、それのダンスの、みえこが使ってた曲で、もう私がずっと聴いてる曲にしますね。ですと、すみかさんで10時の声です。FM 大阪、あかねクラブ、振付師のあかねです。今日のおかっぱトークは、あやねアバンギャルディ、アイムアバンギャルディが来ています。お願いします。ではここでメッセージを紹介します、はい、滋賀県のパパちゃんマンさんですパパちゃんマンさんあかねさんアバンギャルディの皆さんこんばんはこんばんは、9月7日に行われた関空のイベントに家族3人全員で参加しました、うん、嬉しい、はい、初めて見るアバンギャルディのライブでしたが実際に見るとダンスの凄さと迫力に驚きただただめちゃくちゃ楽しいの一言でしたうん、うちの息子もライブ前までぐずっていたのにいつの間にかテンション爆上がりで一緒になって踊っていましたすごい質問ですが皆さんが初めて見たライブは何でしたかジャンル関係なくてもいいので教えてくださいということです何やろなぁ初めて見たでもなんかアイムとかはさほらお笑いとかめっちゃ好きやん、はい、そんなんとか実際行ったりとかしてる行ったりとかしてますえ最近は行ってないないです誰が好きなお笑い芸人やったらえロングコートダディわロングコートダディさんは、キングオブコントは行きました。行ってます。へぇー。なるほど。行きました、行きました。え、いつでしたっけ決勝。10月。10月か。10月12や。もうすぐだ。うん、あのね、何ですかあれなんですよ。うん、この、アバンギャルディのライブでお世話になった方もキングオブコントに今、決勝行っております。誰でしょう隣人さん。なんでやねん。え、アバンギャルディのライブやで。なんで隣人さん関係ああ、アカネクラブ出てたか、それは。そうです。隣人さんは一回ゲストに出ていただいてますけど。誰やろちょっとこれ、確認した。待って、全員見ましたよ、私。おぉ。てか、これでもね、気づいてない人の方が多いんですけど、ファンの人も気づいてる人はいました。ライブライブで。なんと、ヤダン。はい。ヤダンの、いや、ヤクザですかうん。はい、ヤダンのホンマーキッドさんが出てくれてましたよ、アバンギャルディのライブ。ヤクザ役で、ヤクザとかチンピラというか、はい、そうです。取り立て役で。そうなんですよ。あれ気づいてない人多いんですけど、あれホンマーキッドさんのホンマの家で。そうなんです。なんかよく水曜日のダウンタウンとかでも、ホンマーキッドさんの家とかよく映ってるんですけど、あの家です。聖地行ってるやん。聖地ってか、ご本人が自分の家の前で。はい。うちらは行ってないですよ。あ、会ってないですか会ってない。お会いしてないですけど、実際映像見たら、あれこれで、ホンマキッドさんの家やんみたいな。ホンマキッドさんの家が自分の家にどんどん出せそう、自分の家でね。やばー。撮影してくださったんですけど。そうなん
人もびっくり。そうですよ。だから我らはヤダンさん応援しなきゃいけないんですよ。すいません。いや、でもロコディさんもね、ね、決勝行って、ね、だからすごく楽しみやなと思いながら。じゃあ応援させてね。よー。え、どうですか？なんか、初めて行ったライブっていうのは。あの、トゥワイス、すごい。中学生の時に、あの、小花と行きました。いや、トゥワイスなんかおしゃれ、なんか、初めて行ったライブがトゥワイスってなんかいいな。意外と、めっちゃいい。中学1、2年ですよ。もう行く年代。あ、でも、確かに、ちょっと、いや、え、小学校の時でも行ったことなかったってこと？基本的には親に連れててもらったとかそんなんも記憶なし。え、あねさんは？私は小学校、うん、低学年ぐらいの時からあのバンドが好きで、ちっちゃい箱のライブハウスでやるようなライブが好きやったんで、うん、お母さんもそういうのが好きやから、うん、連れてってもらって。小学校低学年3年生とかの時に行ったのが多分初めて。何を見に行くわけ？オーラさんっていう、髪の毛赤とか、紫とかの。そういうのってなんて言うんやっけ？そういう。ビジュアル系？ビジュアル系？の。え？あ、が一番最初です。へぇ。たまにお母さんについて行って、一緒にライブ行ったりとかしてます。はい。そっち系か。はい。だから、結構、今日流したい曲も、そういう感じ。なるほど。いや、もう前回、あやねが来て何流してくれたっけ？この間何流したかな？それがさ、もうめっちゃなんかみんな、懐かしいみたいな、こう言ってる。そうですよね。スナーが。何やったかな？グロリア。グロリアやった。グロリアにしました。グロリアだ。前は。で、その、今回はまた違う曲で攻めとくわけ。はい。攻めてんねん。で、私もね、もうでも多分私も、これも記憶的にはもう多分これ最初ちゃうかなと思うけど、渋いよ。私は、スタレビです。そう。スタレビよ。多分ね、初めては。スタレビを、何歳？それこそおかんに出てまで、あれ、小学生ちゃうかな、もう何にも分からへん。で、ただただだから、その根本かなめさんがもうずーっと喋ってます。ほとんど、歌ってたけど、でも、ほとんど歌ってないちゃうかっていうぐらい喋られてましたね。なんかそれは記憶にあるけれども、この FM 大阪もね、毎年 SDD という、やってるじゃないですか。はいはい。イベント、そこに、プロジェクターリーダーで。はい。TRF さんと共に、プロジェクトリーダーやられてるのはスタレビさんですから。分かった。危ない危ない。危ない。ございますよね。だからさ、多分、そうかなって自分的には思うかな。でもなんか、そのトゥワイスとかっておしゃれね。本当に。すごい。すごい。規模大きい系の。ね。すごいですね。じゃあ次、行きたいと思います。はい、次はですね。埼玉市緑区のミントさん。ミントさん。あかねさん、アバさん、こんばんは。アバさん、こんばんは。ちょっとすみません、アバさんとは書いてなかった。読んじゃいました。話しちゃった。はい。質問です。メンバー17人いるのでいろいろ個性があると思うのですが、はい、普段静かであまり話さないメンバー、また逆にずっと喋って賑やかなメンバーの2つに分けるとしたら、誰がどちらに入るのでしょうということでございますが、まあ、その中で一番を決めるとしたら誰になるのでしょうかと。ラジオ聞いてると少し予想できますけどって、これからも応援してますか。ちなみに自分はどっちだと思いますか？静かであまり話さないのか、また逆にずっと喋ってるのかっていうと。じゃあ、アイムさんは自分はどっち？じゃあ、よくずっと喋ってる方ですか？はい。で、アイムさんは？私、どっちなんやろ。めっちゃ時と場合に、夜。夜。けど、喋り出したら多分ノンストップで喋ってるタイプな気がします。メンバーのイメージやったら静かな。ああ、確かに。お母さんみたいな。基本的には。あ、また別の話違う。基本的には多分聞き手の方。そうだよね。聞いてると思います。多分。なんかもうダントツで一番うるさいのはもう分かってるな。え？みゆ。ああ。うるせえ。ずっとうるさいやん。もう、ほんまにうるさい。ずっとぺちゃ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 。もうとかで、なんか一人でなんか、もう、
あ、うん、ずっと音を奏でてる人で、まあ、ノンストップだから、だから部屋とかでもずっとうるさそうやなと思う。なんか一緒になったら、だから言うもん、同じ部屋になった子がもうずっと一人でなんか喋ってるって。でも、うん、メンバーの中で一番って言われたら、誰、私ミユじゃなかった。誰実は、うん、アイム。アイム、私もそう思ってました。でもなんか、まあ、アイムは違う。アイムは確かにずっと笑ってるな。あれ笑い声はよく聞こえるイメージ。種類の違う、よく喋るミユとは、 あのなんかミユは基本的に部屋とかでも喋ってるけど、一人で完結してること多いんですよ。喋ってる、ピーチクバージク。何を言ってんの、さっきからって。もう聞いてないもん、私も。うるさいなぁ、この子ずっと一人でっていう感じで、誰も聞いてないよね、確かに。けど、アイムは何を？アイム喋りかけるんですよね。ああ。あの、こう来る。ああ、ずっと喋る。ションが来る感じ。なんかトークテーマとか持ち出しちゃう。ああ、ひどい。どうでしょうか、今。から、最近みんなどんな感じでしょうかみたいな。もう、マーシじゃないけど。そうなんや。提供されるから。ああ。もう自然と喋り出しちゃうみたいな。そうなんや。ずっと喋ってるということですね。なるほどね。あと一ついいかな。埼玉県狭山市？埼玉県にも狭山があるんだ。一番星ひかるさん。一番星ひかるさん。あって知ってるんですか？私。知り合いが。一番星ひかるさん。あかねさん。アバンギャルディの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつも元気もらってます、ありがとうございます。さて、仕事関連で講義をしていますが、同じ内容を何回も繰り返すので変に慣れてきて油断がありうまくいかなくなります。そこで皆さんに ご相談です。新羽やかもめ、アイドルなど何度も踊ってきた演目を得る際に気は緩んだりしていないと思います。はい、してます。そのように常に緊張感を持ったり、いつも満点を出せるようにするにはどうしてますか？アドバイスいただけると嬉しいです。ありがとうございます、一番星ひかるさん。いや、緩みまくりですね、うちも。あの、ほんまにちょうど昨日のね、練習で、はい、どうしたのって、はい、うん、何オリジナリティ勝手にやってんのって言って、ほんまにちょうどね、ちょうど数入れ直されたところでございます。そうなんですよ。はい、ほんまにね、あの、やっぱり何度も同じくやるときに、なんか自分の楽なように踊ったりとか、決め事を全部忘れているのか、まあ、やらないのか、違うことをしていて、特に昨日はアイムさんは手の角度をやたら言われてましたし、言われてましたよ、あなた手の斜めの角度が違うとか。覚えてます、覚えてます。はい、えって今言いましたね。忘れてましたよね。うんって。覚えてます。なんかそういう、もう、細かなミスが、やっぱり作品の鮮度に落ちてしまうことになるので、本当に、これに関しては、気が緩まないように、私が常に、あの、チェックして、あの、芝居てるということになります。はい。はい、なので、まあ、そうですね。まあ、講義してて何回も同じ内容を繰り返す。確かに仕方ないですよね。仕方なくはないです。あ、仕方なくないですよ。だってそんなことは、それはプロとして書けますね。あら。だって同じ内容を何回も繰り返して、同じようにできないのは違うので、プロじゃないのでそれは。これ油断があったらいけないですよ。難しいですね。でもやっぱり、ちゃんとね、こう忠実にやらないといけないことは忠実に、ね、テンポもしっかりってことなんですかね、うん、でもこれはやっぱり誰かにカツを入れてもらうとか、うん、そうですね、大事ですね。第三者の意見をしっかりと、ね、あの、聞いてみるというのはいかがでしょうか、うん、っていう私のあれになってしまいましたけど、皆さんは大丈夫ですか？でも皆さんはもうだって頑張る方やから、はい、そうですね。だからいつも緊張感を持って満点を出せるようにするには、やっぱり常日頃基礎を忘れない、はい、基本ベーシックを忘れないということですかね。はい、はい、という、あの、言わせてます。はい、とか。はい、頑張ります。ということでございました。はい、ということで、今週のおかっぱトークは、アイヌ・アバンギャルディとアイム・アバンギャルディでした。ありがとうございました。あ、そうだ、告知。あ、ほんまや。じゃあ、イベントが
あります。11月どうぞ。11月2日土曜日に埼玉スーパーアリーナのメインアリーナにて J コムプレゼンツ2024ツールドフランス埼玉やばい、カタカナばっかりや、クリテリウムに出演させていただきます。はい、そういうことです。はい。そして12月22日ですね。はい、22日はもうマレーシアでねライブがあります。はい、なんか売り切れた席も あるということみたいなので、皆さん、日本の皆さんもですね、ぜひですね、私がね永住したいと思えるぐらいのすごく素敵な国マレーシアにぜひ皆さんも行ってほしいなと思います。ちょうど12月ぐらいですよね。日本はもちろん冬でございますけれども、マレーシアはちょっと暖かい国でございますから。そうですよ。はい、なのでいいと思いますよ、ほんまに。ちょっと遠いですが、ちょっと遠いですが、全然なんか行きやすいですし、もちろん英語も通じますし、日本語もちょこちょこ喋れる方はいる感じのイメージですので、はい、ぜひぜひということでございます。はい、はい、お願いします。ということで、じゃあお別れに一曲。はい、最近 TikTok ライブをたまにしてるんですけど、その中でファンの方におすすめしていただいた曲が、さっき言ってたみたいにバンドの曲が好きっていうのでおすすめしてもらって、最近ハマってしまった曲を今日は紹介したいと思います。はい、ユニコーンさんでメイビーブルーです。